はい、こんにちは、サイです。今回は昨日一昨日ぐらいからかな、情報がねちょこちょこと発表されていて、本日ね全部解禁になったこちら、滞在流と鍵の勇者、詳細の方を見ていこうかなというふうに思います。8月3日月曜日から8月いっぱいあるんですね。これだいぶ長いですね。4週間、イベント開催されるということで内容を見ていきましょう。まずモンスターの、詳細全部見ましょうか。滞在流とは、はい、だそうです。で、能力の方見ましょう。で、これが滞在流の卵状態ですね。卵状態の、モンスターすべて武器になるという感じですね。アシスト進化っていうかアシストモンスターという感じですね。はい、まずこちら嫉妬の卵、バインドと泥鏡4つで、スキルが2ターンダメージ無効貫通、水光闇回復陣、これが25ターンで打てますよと。で、怠惰の卵、バインドと、暗闇2個、毒2個、スキルが、ロック解除の6色陣の覚醒無効を消せないドロップ全回復、なんかあれみたいだな、エアリスみたいな武器ですね、のバインドつけるバージョンみたいな、そういう感じですかね。これ強いかもしれないですね。はい、強欲の卵、バインドと毒3つ、スキルが一旦ダメージ吸収、属性吸収無効の一旦ヘイスト、14ターン強くねめちゃくちゃ強いな、これ。このダブル吸収無効も14ターンって、これなかなか軽いと思うんで、これは強いですね。はい。フンドの卵、スキブと列3つ、これ強えな。で、バインドと覚醒無効全回復3ターン、ひとやみの攻撃3倍、12ターンで打てますよ。どれも強いですね。はいはいはい。で、こちらが、色欲の卵でいいのかな。指プラスと操作負荷。で、一旦人、火属性の攻撃力とドロップ操作時間4倍の2ターンヘイスト12ターンで打ってますよ。傲慢の卵、コンボドロップと空母、ロック解除の光と回復を15度ずつ生成、確定盤面になるんですね。これが15ターンで打てますよと。そして最後、暴食の卵、こちらが50倍化強化とドロッキョウ2個で、スキルが HP 半分になって水やみじん10ターンで打てますよと。これレアリティの方が差はありますね。嫉妬怠惰強欲憤怒が6で、他が5という感じですね。はい。で、そしてこれらは究極進化することができますよと。これが究極進化5なんですけれども、このさらに上があるんで、こっちだけ見ましょうか。多分こっち側の上位互換みたいな感じになってると思うから、一応でも見るだけ見て、あ、そうでもないな、なんか微妙に違うかもしれない。まあいいか。一応でもまあこっちだけ見ましょうか。はい。だいたいまあこっちで使うことになると思うんで。まず、嫉妬の滞在竜王、ジビー。発音が難しいな。悪魔、ドラゴン、攻撃、水、光、スキブ5個、封印、指、7コン、3つ攻撃キラー。すげえ尖ってんな。で、スキルが2ターンダメージ無効の、水、光、闇回復陣。で、リーダースキル、操作時間9秒固定の HP、ドラゴンタイプの HP2 倍、攻撃5倍、4色、過去3色プラス回復同時攻撃で、3倍の2コンボ加算。何倍 ?15 倍か。なるほど。はい。で、こちらが、タイダの滞在竜王、フェゴラン。スキブ4つ、封印2個、スキルチャージ、指3つ、10コンボ強化、縦追い打ち。スキルが、これ卵の状態と一緒なのかな、みたいですね。リーダースキルが HP50 倍以上で軽減の4倍、4色で4倍、5色で固定5万、16倍出ますよと。はい。で、強欲の滞在竜王、ラマモア。これな、俺な、これ、クリスマスサレーネを頑張ってね、5体集めたんですけども、まあ、それはなんかちょっと上みたいなキャラクターが来て、若干残念ではあるんですけど、個人的にね。ダンジョンボーナス3つ、スキブプラス、指プラス、指、封印、ガードブレイク、L 字。で、スキルが、ダメージ吸収、属性吸収無効のやつですね。リーダースキル、落ち込んなしで、ドラゴンの HP2 倍、攻撃8倍、HP50 倍以上で2倍の指3秒延長、16倍出ますよ、と。で、フンドの滞在量、バルティターン。はい。で、マインド、スキブ3つ、封印、無効感2個、7コンボ、2つ、L 字と。で、リーダースキルが悪魔の HP2 倍、HP80 倍以下で4倍、ドロップ5個つなげると4倍の固定値ダメージ16倍出ますよと。で、こっからは、レアリティが1個下のやつですね。色欲の滞在竜王バリアス。スキル5個指7コンと。で、スキルは一緒。リーダースキルが、
火の HP 攻撃2倍、火域の同時で1コンボ加算、火を5個つなげると7倍、14倍。まあ、この辺はちょっとマイルドですね。で、次、ファデル。スキブ4つ封印、指プラス無効貫通、超追い打ち。リーダースキルが、落ち込んだし悪魔テープの HP2 倍、攻撃6倍、光回復の同時で2倍の打ち込む加算12倍と。で、最後、暴食の滞在竜王マジェ。スキブ4つ封印2個、50倍加強が2つと。で、スキルが、半分の水闇陣。HP50 倍以上で半減の7倍、闇2コンボで2倍、打ち込む加算で14倍出ますよと。で、超覚醒にも全て対応しているっていう感じですかね。なんかこれっていうのあるかな。ジビーは7コン3つのやつだな。で、フェゴランがこれか。あー、スキブ。バインドがついてないキャラが結構多いんだな。バルディターン、バリアスとか。まあ、こんな感じですね。はい。で、まあ、本命は一応こっちになるのかな。あの、勇者の方ですね。はい、こちらも詳細発表されたので見ていきましょう。すべて変身キャラになっていますね。まず、炎の鍵の継承者、グレヨン。変身前、スキブ3つ。あ、変身前でスキブ3つなんだ。これ初ですね、多分。ん？初かな？違ったらごめん。いや、そんなことないわ。普通に初じゃないです。失礼しました。7コンもガードブレイク、指プラス、封印。で、スキルが3ターン、火の攻撃3倍で変身。これがなんと30ターンとめちゃくちゃ重いんですね。で、他のキャラクターも全部30ターンになってますね。はい。リーダースキルが火の HP 攻撃2倍、HP50 倍以上で軽減の5コンボ以上で最大6倍ということで12倍出ますけど、まあこれ変身するとね、強化されると思いますけども。はい。で次、水の方がメニット。スキブ3つ、LG、指、封印と。スキルが3ターンダメージ吸収無効、ダメージ無効貫通で変身、30ターンで打てますよ。リーダースキル、多分変身後これ強化されると思うんで、そっちの方見ましょうか。次、アムネリア。スキム3つ、指6個、封印という感じですね。で、3ターン遅延の変身30ターンで打てますよ。フェルルの方がスキム3つ、無効貫通、超追い打ち2つ、封印と。で、3ターン光目覚めで変身30ターンですよ。で、最後、ユークス。スキム3つの50倍化強化、無効貫通2つと、封印。で、スキルが3ターン半減で変身30ターンですよという感じですね。はい。で、こっからが変身バージョンなんですけども、なんか、とんでもないことになってんな。まあ、30ターンかけての、まあ、恩恵という風に考えれば妥当なのかな。まあ、7コンボ4つ持ちもね、最近ちょくちょく出てきてて、うん、もう珍しくなくなってきてるのかなっていう感じがするんですけれども、はい。グレオンの変身バージョン。攻撃体力、火、光、7コン4つ、ガードブレイク、指プラ、封印、バインドと。で、スキルが一旦回復と、ドロップ操作時間 1.5 倍、非回復お邪魔陣。これがなんと3ターンで打てますよと。やべえだろ。もうむちゃくちゃだな。はい。まあ、ダンテレムとかもね、サブに入れてあげるとめちゃくちゃ強いのかなっていう感じですね。リーダースキルが火の HP 攻撃2倍、HP50% 以上で軽減の5コンボからの攻撃上昇最大11倍ということで22倍出ますよと。こちらもかなり強力ですね。はい、次。メニットですね。攻撃回復、水闇、7コン3つ、LG、指プラス3つ、封印、バインドと。で、スキルの方が、右を回復に変化、水回復をロック、1コンボ加算。これが2ターンで打てるので、リラフレで挟んだ場合はもう、回復が常に5個確定で供給できるっていう、そういうタイプですね。なんか、ノルザとちょっと近いなっていう感じがしますね。無効貫通ないのか、そこが若干残念かな。はい。リーダースキルが3色で、1コンボ加算固定100万ダメージ。回復の十字で、ダメージ 60% 軽減の24倍という感じですね。はい。次。アムリ&リネアですね。攻撃回復キー比、10コンボ7コンボガードブレイク、指、めっちゃ指伸びる。指プラス4つ封印とバインドと。で、スキルが2ターンの間、ランダムでルーレット2個生成。これが2ターン。まあ、ようやくレム以降ね、新しいまた、ルーレット生成が登場したっていう感じですね。リーダースキルの方が、攻撃回復の HP 回復 1.5 倍、攻撃が5倍、5色同時で半減の5倍、3コンボ加算ということで25倍出ますよと。なんかもう倍率がめちゃくちゃだな、みんな。はい。まあ、条件ちょっと厳しいんだけどもね。まあ、ルーレットでうまいこと拾って5色揃えてねっていう、まあ、そういうコンセプトかもしれないですね。次、フェルル、体力、攻撃、光、水、7コン7コン、無効貫、超追い打ち、指プラス、封印、バインド。
スキルの方が、一旦光の攻撃3倍、下1列を光に変化してロック。これを3ターンで打てますよと。リーダースキルが光の全般の2倍、毒無効、光を6個つなげると10倍の2コンボ加算。遊戯の光バージョンみたいな、そういう感じですかね。これも強えな。はい。で、ラスト、リュークスですね。悪魔タイプ単体。闇キー、50倍の強化4つ、無効感、無効感、チーム HP、封印バインド。で、スキルが、ランダムに闇6個生成、一旦受けるダメージを軽減。これが3ターンで打てますよ。リーダースキルが、闇の HP2 倍、HP50% 以下で軽減の5倍、闇の2コンボで、攻撃力が5倍の固定100万ダメージということで、何倍 ?25 倍出ますよと。まあ、ゼローグ入れてあげるともう分回るのかなっていう、まあ、そういう感じですかね。全員強いなぁ。なんかまだ1段階インフレが進んだ。まあでも30ターンという、その膨大なターン数を乗り越えての恩恵という風に考えれば、まあ妥当なのかな。まあどれも強いので欲しいですね。はい。っていう感じです。で、こちら期間限定でレアガチャで登場しますと。あの専用のガチャではなくて、今実装されてるあの石5個で引けるレアガチャの中に、これらが入りますよっていうことで、めちゃくちゃ闇鍋になってますね。これは結構きついんだけども、まあ、確率次第ですね。はい。で、いろいろあるので見ていきましょう。ログインボーナスということで、この、滞在と鍵の勇者ガチャ、合計20回無料ということで、ログインすると20回ただで回せますよと。で、あ、なるほど。10回分が、合計2回届くよっていうことかな。で、1回目が、8月3日から17日の間。で、その2回目がその17日以降に2回目が登場する合計20回っていう感じですかね。はい。忘れずにメール受け取りましょう。で、ラインナップあるので見ましょうか。はい。で、この、勇者シリーズと、卵シリーズが、今回なんかピックアップみたいな感じなのかな。わかんないけど。で、プラスこの、もうダメだ。これはダメだ。終わっとる。これは終わっとるな。なんだこれ。やばいでしょ。いや、いくらただで20回回せるとは言えねえ。ちょっとこれは、なんとも言えんな。ちょっと、まあ、多分ね、ピックアップみたいな感じで、ある程度確率は上げられると踏んではいるんだけども、ただこのラインナップを見てしまうとね、ちょっとさすがに気が見えるよねっていう感じですね。まあ、当日ね、確率を見てから回すかどうかっていうのは、よく考えましょうっていう感じ。はい。で、あと、確定パックみたいなのも一応ありますよと。まあ、宝石2個と滞在流鍵の勇者ガチャが、1回かな。回せるパック250円で、それぞれの期間中合計2回発売されますよという感じですね。あ、で、この、ガチャで回すモンスター、このガチャで出てくるモンスターは、これだけなんですね。なるほど。欲しい人はこっちをとりあえず買うことからかな。まあ、この辺のモンスター確実に欲しいよっていう人は、このパックを買うのが、まあ、安定かなっていう感じですね。はい。で、魔法石30個と星7確定のガチャもありますよと。これいくら生、3680円ですね。で、購入できますよと。で、勇者シリーズのどれかが手に入りますっていう感じですね。で、これも期間中2回、登場するんですね。はい。合計2つ買うことができますよと。被ったらやばいな。確定パック2回買って2回とも同じキャラ出たらもう死にたくなるな。はい。で、遊び方が書いてますね。1、鍵、聖なる鍵と呪いの鍵を手に入れよう。ログインやダンジョンのクリア報酬、モンスター交流などで聖なる鍵、呪いの鍵を手に入れようというふうに書いてますね。はい。パズドラのログインやスペシャルダンジョン7つの滞在流ラッシュ初クリア、またはモンスター購入で手に入れることができますよと。これ、モンポのあれとか書いてある。あ、10万モンポで買えますよっていう感じですね。なるほど。まあ、詳細、性能とか特に何もないっていう感じかな。はい、10万モンポで購入できます。で、2、ダンジョンに入手できるかけらを集めてモンスター交換による結晶と交換していこう。かけらを集められるダンジョンは、滞在流と鍵の勇者、7つの滞在流ラッシュ、強力滞在流と鍵の勇者の3種。一部ダンジョンでは初クリア報酬も用意されているので、ぜひ挑戦してみようという感じですね。どんな感じかな。スペシャルダンジョン滞在流と鍵の勇者の方では、あ、これ一人モード限定みたいですね。
7フロアになっていて、かけらを集めて、各フロアクリアすることによってクリア報酬が届きますよと。で、それぞれの結晶と虹のかけら、虹の結晶、そして、すべてクリアするとガチャ1回回せますよっていう感じですね。はい。で、スペシャルダンジョン7つの滞在流ラッシュ、こちらは、滞在流たちがラッシュで襲いかける限定のダンジョンが登場しますよ。初クリアで乗れる鍵一体をゲーム内からゲットできますよという感じですね。はい。で、3人ワイワイの方にもダンジョンがありますよ。モンスター交換場でかけらをこの結晶にしましょう。なるほど。あ、虹のかけらもなんか交換なのか。なるほどね。まあ、あれですね。金メダルを集めて虹メダルにするみたいな、そういうイメージかな。はい。そして、呪いの鍵、聖なる鍵をアシスト進化させようという感じで、先ほどの、あれかな、結晶を使って進化させるっていう感じかな。はい。で、これらの、アシスト進化ができますよということで、こちらの詳細見ましょう。色欲の邪剣かな。攻撃マイナス、スキブ、列4、火の列4つ。なるほど。スキルが、これはあれですね。あの、卵のあれと同じスキルになってますかね。なるほどね。はい、っていう感じ。嫉妬の邪剣が HP マイナスと2体攻撃 L 字と超オイル字、なんかめっちゃいろいろついてるな。なんかランダムですごい活躍しそうですね。はい。無効貫通のスキルですね。で、怠惰の邪剣が HP マイナス、回復マイナス、ガードブレイク。ついにガードブレイク武器が登場したという感じですね。これ初めてですね。はい。で、傲慢の邪剣、これが攻撃マイナス、回復マイナス、毒耐性プラス。ついに来てしまった。まあ、デメリット大きいんですけれども、一応ね、初の、耐性プラスが武器で登場したという感じですね。で、最後、暴食の邪剣、こちらが攻撃マイナス、回復マイナス、チーム HP4 つという感じですね。はい。で、聖なる鍵から、こっちが呪いの鍵から行くやつで、こっちが聖なる鍵から進化できるタイプ。で、こっちはなんかマイルドな調整になってるみたいな、そういう話がありましたね。戦士の宝剣、攻撃強化4つで、スキルが HP1 になって300倍ぐらいです。20ターンで打てますよ。賢者の宝剣が、各種耐性1個ずつ、2ターン遅延の2ターン防御0、10ターンで打てますよ。風神の宝剣が、木の泥鏡2個、光泥鏡2個。で、スキルが、一旦吸収無効の一旦ダメージ半減。これが13ターンで打てますよ。と、これ武器で、吸収無効武器手に入るの。これは結構無課金の人嬉しいんじゃないですかね。はい。で、祝福の宝剣。回復泥鏡とチーム回復2つ。スキルが、HP30% 回復のバインド覚醒無効3ターン回復5ターンで打てますよ。と。で、最後、天使の宝剣が、光泥鏡2個、闇泥鏡2個。2ターン、属性吸収無効の、光闇の陣、これが15ターンで打てますよという感じですね。はいはいはい。まあ、聖なる方が、結構マイルドな調整で、こっちの呪いの方が尖ってるけど、まあ、ちょっとこう癖があるっていえば、そういう感じの内容になってますかね。なるほどね。はい。で、その他、すべての隠し要素を最初に発見したユーザークレジットに追加。なんだこれ。滞在流のダンジョンには隠し要素が潜んでいて、で、これを全ユーザーの中で誰よりも先に全ての隠し要素を探し当てた場合、パズドラ運営サイト、公式広報村子のツイッターにて名前を発表。またその栄誉を称えてパズドラゲームのクレジット内でも掲載するぞ。そうなんだ。だそうです。はい、頑張りましょう。はい、っていう感じですね。なるほど。まあ、いろいろ新しいっぽい要素は含まれているけども、やっぱりこのラインナップかな。これが本当にコンプするのは、至難なのかなという感じがするんですけれどもね。はい。まあ、その分強力にはなっているんですけれども、まあ、ちょっとそこだけが、まあ、賛否あるかなっていう感じですね。よかったら皆さんの意見も聞かせてください。ということで、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。